マクドナルドのポテトが期間限定でミリリットルサイズ250円。しかも CM にはバーアンダーラインアイが登場と話題沸騰中。マクドナルドのマックフライポテトミリリットルサイズが期間限定で250円というニュースは SNS を中心に大きな話題となっています。特に普段からポテト好きの人々にとってこのキャンペーンはまさに神イベントとして歓迎されています。しかし、 表面的なお得感に隠された実態や、消費者の感じるギャップも少かなからず存在しており、改めて考える価値があるのではないでしょうか。マクドナルドのマックフライポテトキャンペーンにおいて、特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーラインアイナンバーアイの出演です。このユニットには、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんという、いずれもジャニーズ事務所を代表する人気アイドルたちが揃っています。 彼らの出演によって、今回のキャンペーンはさらに話題性を増し、SNS を中心に大きな反響を呼んでいます。彼らの出演がなぜこれほど注目されるのか、その背景と魅力について詳しく見ていきましょう。まず、ナンバーアンダーライン I のメンバーである平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんは、それぞれが個々の魅力と圧倒的な人気を誇るアイドルです。 彼らはかつてキングプリンスのメンバーとして活動しており、その名は日本中に知れ渡っています。特に平野翔さんは、圧倒的なカリスマ性と天性の明るさでファンを魅了し続け、バラエティ番組やドラマ、映画など幅広いメディアで活躍しています。岸優太さんは、の親しみやすいキャラクターとユーモアセンスでファンを引きつけ、神宮寺優太さんは、国民的彼氏と呼ばれるほどの爽やかで誠実なイメージが大きな魅力です。 この3人が揃うことはファンにとっても特別で、彼らのパフォーマンスを見るために CM を繰り返し見る人も少なくありません。今回のマクドナルドの CM では、平野さん、岸さん、神宮寺さんが仲良くポテトを楽しむ姿が描かれており、彼らの自然体でリラックスした様子が視聴者に親近感を与えます。特に、CM の中で3人がおかわりと楽しそうに言いながらポテトを食べるシーンは、視聴者に、 一緒に楽しみたいと思わせる力がありますこのシーンは彼らが持つ愛されキャラクターが前面に出ておりファンだけでなく広く一般の消費者にも好感を持たれる仕上がりとなっています CM のテーマである「今だけを特に食べられるマックフライポテトを楽しむ」というメッセージは彼らの無邪気な表情や動きによってより説得力を持って伝わっていますまたこの CM 出演は彼らにとっても新たな挑戦であり アイドルとしての活動の幅を広げる重要なステップとなっています。CM への出演は、ファン層の拡大や新たなファンの獲得につながる大きな機会です。特にマクドナルドという老若男女に愛されるブランドとのコラボレーションは、これまでアイドルに興味がなかった層にも彼らの魅力を伝える絶好の場となっています。SNS では、ポテトの CM にまで出るなんて嬉しい、もっとテレビで見たい、といった声が相次ぎ、 彼らの存在感がさらに強くアピールされていることが伺えます。さらに、彼らの出演には、単なる宣伝以上の効果も期待されています。例えば、平野さん、岸さん、神宮寺さんが一緒に楽しんでいる様子は、ファンにとって、自分も同じ体験をしたいという購買意欲を刺激します。アイドルの影響力は時に商品の価値そのものを高め、購買行動に直接的な影響を与えることが多いです。 今回のキャンペーンでも、彼らの影響力が大いに発揮されており、SNS 上では、マック行くしかない、といった声が多く寄せられています。彼らの出演は、ファンにとってはもちろん、マクドナルドにとっても大きなメリットがあります。ナンバーアンダーライン愛の3人が持つ若踊りじしさとエネルギーは、マクドナルドのブランドイメージとも非常に相性が良く、特に若年層へのアピールとして非常に効果的です。また、 彼らの自然体で親しみやすいキャラクターが、ブランドの楽しくて身近な存在というメッセージをより強く伝える手助けをしています。彼らの出演によって、単なる商品の広告にとどまらず、視聴者の感情に訴えかけるような共感を生むことができているのです。そして、何よりも大きいのは、彼らの存在がこのキャンペーン全体の価値を引き上げていることです。ポテトが250円になるだけではなく、 ナンバーアンダーライン愛が楽しんでいるから自分も試してみようという心理が働くことで、キャンペーンの魅力が倍増しています。彼らの出演によって、ただの割引セールが特別な体験へと変わり、消費者の心に深く刻まれるのです。このようなプロモーションは、単なる商品販売を超えて、消費者とブランドの新たな関係性を築く鍵となることでしょう。平野翔さん、岸優太さん、 神宮寺勇太さんの3人が揃うことで、CM が単なる広告以上のエンターテインメントとして楽しめるものになっている点も見逃せません。彼らの明るさや仲の良さが画面を通して伝わることで、視聴者も思わず笑顔になってしまうような仕掛けが施されています。特にファンにとっては、彼らの日常の延長線上にあるような自然な姿を見ることができる貴重な機会となっており、そうした。 特別感こそが消費者のの心をつつかむ要因の一つになっています総じて、今回のナンバーアンダーラインアイの出演は、マクドナルドのマックフライポテトキャンペーンをより魅力的で話題性のあるものに引き上げており、その影響力は非常に大きいと言えます。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんという人気アイドルの存在が、商品の持つ楽しさや魅力を最大限に引き出し、より多くの人々に届けているのです。 彼らの出演が今後も続くことで、さらに多くのファンや消費者がマクドナルドに足を運ぶことになるでしょう。この CM は、アイドルとブランドの見事なコラボレーションの一例として、多くの人々の記憶に残るものとなっています。このキャンペーンは、8月19日から8月30日までの短い期間で行われ、M サイズ、通常330円と L サイズ。 通常380円のマックフライポテトがそれぞれ250円で購入できるという内容です。価格だけを見れば、最大で130円もお得になるこのキャンペーンは、見逃すことができない魅力的なオファーです。ネット上でも、L サイズが250円はかなりお得、絶対買うしかないといった声が飛び交い、実際に店舗に足を運んだ人たちの投稿も相次いでいます。特に、 若年層や女性を中心に、ポテトが好きな人々の心をがっちりつかんでいます。このキャンペーンの新しいテレビ CM には、ナンバーアンダーラインアイナンバーアイのメンバーである平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが出演しており、彼らがノリノリでポテトを楽しむ姿が描かれています。SNS では、かわいすぎる、ポテトの CM にまで出るなんて、といったコメントが多く見られ、 ファンからの注目も集めています。彼らのファンであれば、この CM を見てさらにポテトを食べたくなること間違いなしです。しかし、ここで一歩立ち止まって考えてみましょう。本当にこの250円のポテトはお得なのでしょうか一部の消費者からは、期待して購入した L サイズのポテトの量が少なすぎるとの不満が聞かれています。例えば、ある人はテイクアウトした L サイズのポテトを開封した際、 その内容の少なさに驚き、実際に重さを測ってみたところ、ポテトの実際の重量は公式の 170g に対して約 138g しかなかったといいます。これは約8割程度しか入っていなかったことを意味します。価格が安くなっているように見えても、量が減ってしまっているのであれば、真のお得感はどこにあるのかという疑問が浮かびます。また、SNS 上では、 250円でも利益があるなら、通常価格は高すぎるのではないかという声もあります。確かに、通常価格よりも安く提供されているという事実だけで、お得と感じるかもしれませんが、それが本当に消費者にとってのメリットなのかどうか、深く考えなければなりません。マクドナルドが期間限定で価格を下げるということは、企業として利益が出る範囲での戦略であり、消費者としてはその背景を知ることで、 冷静に判断すする必要があります一方で、昔と比べて今のキャンペーンに物足りなさを感じる人も少なくありません。以前は全てのサイズが150円だった、ナゲットが100円の時代もあった、といったコメントが見られ、過去のキャンペーンと比較して、現在の価格設定に違和感を覚える人もいるようです。さらに、アプリクーポンを使用した際の価格とほぼ同じであるため、 特に安くなった感じがしないといった声もあります。これらの意見は、消費者が感じるお得感がキャンペーンの内容と一致していないことを示唆しています。このような背景から、今回のキャンペーンは単なる価格が下がったという以上に、消費者の期待と現実のギャップを浮き彫りにしているともいえます。ポテトの量が減っているのか、それともスタッフの裁量によってばらつきがあるのかなど、 店舗やスタッフごとの対応にもばらつきがあるようです。これにより、同じ価格を支払っても満足度が異なる可能性があり、消費者としては、本当にお得かどうかを自分自身で見極める必要があるのかもしれません。さらに、このキャンペーンがなぜ今行われているのかという背景についても考えてみると、マクドナルドが消費者にアピールしたい戦略的な意図が見えてきます。2024年の夏というタイミングは、 学生の夏休みや人々が外出する機会が増える時期であり、特に若年層をターゲットにしていることが分かります。暑い季節には冷たいドリンクとポテトという組み合わせが人気であり、これを活用して客足を増やす狙いがあることは明白です。また、ナンバーアンダーライン愛を起用した CM も、特に若い世代への訴求力を高めるための重要な要素といえます。彼らのファンは、ポテトのためだけでなく、 好きなアイドルが出演しているというだけで来店同期となりうるからです。このように、消費者は単純に価格だけを見るのではなく、量や実際の満足度、そして企業の戦略的意図を理解し、自分にとっての本当のお得を見極める必要があります。確かに、250円でポテトが楽しめるというのは魅力的ですが、それ以上に重要なのは、自分自身がどのようにその価値を感じるかということです。 どれだけ安くても満足感が得られなければ、それはお得とは言えません。このキャンペーンを通じて、私たちは改めて、お得感とは何かを考えるきっかけを得ることができるのではないでしょうか。消費者として賢く選び、楽しむことこそが、本当の意味でのお得なのかもしれません。